はい、皆さんこんにちは。川合院長です。はい、皆さんこんにちは。緩和ケアは,んんは早期から川合院長です。いやー、ー新型コロナに関しては相変わらず様々な情報が流れてますよね。割と常識だと思っていることが、実は常識ではなかったりということがあるのが、この新型コロナです。まあ、そもそも無症状でうつすだとか。あるいはウイルス量のピークが無症状の時とか。 これまでたくさん驚きの事態というのがありましたよね。まあ、最近もまだ様々な情報というのが飛び交っていて、まあ、その中には常識だというふうに流れていても実はそうではないものも結構あります。まあ、こういったものを知っておくことは日々新型コロナと向き合う上で非常に重要だと思うんですね。まあ、何にせよかなり長期化してきてますので、まあ、いかに心身の状態をよく保っていくかということがとても重要なんですが、まあ、そういう時に 溢れる情報にしばしば侵食されてですね、気がめいってしまったりなどということもあるかもしれませんし、まあ、中には不安や恐怖を煽るような情報もあるわけなんですね。そのため正しい情報を知ることが、まあ、気持ちの安定につながり、引いてはこの長期戦を乗り切っていくことにつながってくると思いますので、まあ、そういう意味で今日は常識の中、こうだと思われているものの中の3つの嘘ということで皆さんにお伝えしたいと思います。最後に耳寄りの情報もあるので、ぜひ最後までお気になっていただけたらと思います。 このチャンネルでは医学医療情報をお伝えしています。他の動画も見ていただいて、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、それでですね、まず、まあ、重要なこと、一つ目ということで、新型コロナというのは、年間これぐらいの数、まあ、だけしかなんて言われることがあるんですよね。だけしかなくなっていないとか、あるいは致死率がこれだけ低いというような、そういう話、あるいは感染者の率は全体で言えばこれぐらいというような、これは、 体数を元に比較すするようなやり方ですね、まあ、例えば、死亡者はインフルエンザよりどうとか、そういうふうに、新型コロナの絶対的な感染のリスクとか、死亡のリスクとか、そういうものが少ないので大丈夫、みたいな話っていうのは、これはずっと流れてるわけですね。で、いまだにもあります。ただし、まあ、この考え方はもう一つの捉え方ではあるんですが、 まあ何が問題なのかというと、これはやはり新型コロナの脅威というものに関して、十分捉えきれないというところがあるんですね。再三お伝えしておりますように、まあ、新型コロナで問題なのは医療負荷なんですね。まあ、医療負荷というものが高度であるために、まあ、先日も10代の男性が非常に状態が悪いにもかかわらず、2時間も搬送先決まるまで時間かかったというんですねで。これはもちろん医療崩壊しているからなんですね。 でこのような医療崩壊をしやすいというのが新型コロナの特徴です。で確かに、まあ絶対数で見ると、以前に比べると、こうやって人工呼吸器を必要とするような数というのは、前よりは減っています。まあ、しかし、ちょっとずつ上がってはきてますけどもね。まあこれも、感染のピークの後に、こういった重症者とか人工呼吸器のピークなども来ますので、ある時点で感染者がピークを超えたからといって、 なななかかか油断すするるわけけにはいいいという点があるんですけども、ただし、こういった人工呼吸器とか、あるいは全身状態が悪化して、入院を必要とするような率というのが、非常に他の病気と比べたときに高いわけなんですね。 まあそのため、現に医療逼迫しています。で、これはよくある5類とかとは関係ないんですね。ある程度以上重い方というのは、今見られる医療機関というのは、ま、しっかり見ているわけですね。それにもかかわらず、それをさらに上回るような患者数が出てしまうというところが問題なわけなんですね。そうすると、医療逼迫を起こして、新型コロナでも本来助かり得る可能性があるような人が助からなかったりとか、 あるいは他の病気の方とか、あるいは健康な方でも不意に病気になったりとか、あるいは事故を起こしたりするようなこともありますので、そういった場合に十分な医療が受けられない、ひいてはその方の天気、見通しに関わってくるということになるんですね。まあそのためよくこれ要注意なんですが、 まあ全体における死亡者の数がこれだけ少ないとか、感染者の数がこれだけ少ないとか、それは本質ではなくてですね、この国の医療というものをかなり圧迫して、そして時には崩壊に導いてしまうというところが最大の問題なわけなんですね。まあそのため、絶対的なリスクでこの病気の脅威というのを捉えることができないということがまず重要ですね。うん まあそのため、あまりまあ人口における感染者はこれぐらいとか、死亡者はこれぐらいだとか、感染者の中における死亡率はこれぐらいだということ、まあそれは一つの目安ではあるんですけども、だから全然問題ないということは言えないということ、これは覚えておくといいと思います。これずっとこの新型コロナ禍を通して、この発信というのがあるわけなんですね。で、もう一つ重要なのは、まあ絶対リスクは絶対リスクですが、もし罹患した場合というのは、これは相対リスクが重要になるわけですよね。例えばワクチンで重症化というのを9割抑えられるとすると、 した場合に9割重症化を抑制でできるる可能性があるわけですね、まあ、そうするといかにかかる可能性が高くないとしても、もし自分が罹患した場合は、重症化のリスクなどを随分下げてくれたりするところにつながってきますので、まあ、相対リスクというのもとても重要なわけなんですね。まあ、そこら辺の理解というのが、まず一つ目に重要なところになります。というわけで、 1>, まあ1つ目の嘘として、まあ、全体の中における感染者数とか感染者の率とかあるいは致死率がこれぐらいだから新型コロナは心配ないということは言えないということそれだけで断言できないということこれは知っておかれるといいと思いますねで2つ目なんですけども、まあ、これらデータとか論文はまた概要欄にリンク貼っておきますので是非、まあ、ご覧になっていただければと思うんですが次にですね この間、新型コロナで10代の男性が DIC っていうんですけども、発種性血管内凝固症候群という、そういう病態で、まあ、非常に全身状態が感染症とかなどで悪い場合に、体の中で血の塊がすごくできやすくなって、一方で出血傾向も増えるというような、非常に病気が重篤な場合に起こり得る状態というものが起きて、 まあ、それが原因で亡くなったというようなケースがあったんですね。その時に、その方はワクチン2回接種していたので、やはりというべきか、そのワクチン接種によってそうなってるんじゃないかとか、まあそういう話が出てきたんですね。ちなみに、ワクチン接種それで意味がないかっていうことには、これはならないわけですね。もちろん、ワクチンというのは100%じゃないので、 重症化のリスクというのはもちろん下げてくれますが、100%ではないですから、だからこそ感染しないということが重要になってくるわけなんですけども。まあ、それで、じゃあ果たして、新型コロナのワクチンを打つことというのは、血栓症のリスクを上げるのかどうかということ。まあ、これ、すでに分かっているのは、アデノウイルスベクターワクチンで、ワクチン誘発性、免疫性、血小板減少症という病気がありますので、ね、アデノウイルスベクターワクチンの場合はそうなんですね。 しかし、mRNA ワクチンに関してどうなのかということなんですけども、まあ、結論から言ってしまいますと、これ最近また新たに出た研究なんですが、イギリスで、まあ、しっかり見てみたんですね。ワクチン打っていない人とワクチン打っている人で見てみました。まあそうするとですね、やはりアデノウイルスベクターワクチンで言うと、15歳から39歳、そして40歳から64歳の場合というのは、まあ、やはり血栓症、例えば脳静脈血栓とか、 まあそういったリスクが増えるということが分かったんですね。一方で、まあ、ポイントなのは、65歳以上の場合、そしてアデノイスベクターワクチンの2回目以降、そしてまた、ファイザーのワクチン、mRNA ワクチンでは、どの年齢においても、この血栓症のリスクというのを上げないということが分かったんですね。はい。で、ここにリスクの表が書いてあるんですけども、脳静脈血栓症の場合、この AZ というのはアデノイスベクターワクチンですよね。 やはり、そうですね。相対的なリスクというのが、15歳から39歳において、これ日数でも分析してるんですが、一時期上がるということがわかりますが、ファイザーのワクチンに関してはそれがないということなんですね。40歳から64歳に関しても、そうでアデノウイルスベクターワクチンで一時期、 リスクというのが上昇するんですが、まあ、それがファイザーの場合にはないと。そして65歳以上の場合は、このように、まあ、いずれのワクチンでもリスクというのがなかったわけなんですね。まあ、そのため、まあ、10代の男性が亡くなったというのは、これは新型コロナ罹患後にそのような状態になっているので、何ヶ月も前に打ったワクチンが原因とは考えにくいというところがありますね。まあ、いずれしろこのように、全般的に見ると、mRNA ワクチンが血栓症、 に対して与えるるリスクとととといいいいいううののはは、まあ、それれほど高くないのではなでかというところが読み取れると思いますで次にですね、ワクチンというのが長期間体内にとどまるという最近流れている話に関してお伝えしたいと思います。スタンフォード大学の研究グループが発表した論文なんですが、一部だけが切り取られて、まあ、広まっているんですね。まあそれは何だったのかというと、リンパ節 の中に肺中心というところがあるんですけども、この肺中心に60日経ったときに mRNA が検出されたということなんですね。で、こういうことを聞くと、ああ、まあやっぱり残存してんだみたいな、まあそういう話なんですが、 まず結論から言ってしまうと、これ研究グループの人も、まあ、ツイッターなどで紹介してるんですけども、決して悪い。それが害を与えるというようなことで言っているわけではないんですね。むしろいい点があるということで、この研究というのは紹介されています。まあ、それは何なのかというと、こちらの簡単な図を見ていただければと思うんですが、まあ、残念ながら感染した場合に、これよく前から感染すればいいじゃないか。オミクロンは軽症なんだからみたいな話がありますが、これはいろんな意味で間違ってるんですね。というのは、オミクロンでも十分、 本人にとっては辛い症状であるということと、で、やはり辛い症状であるから体に負荷がかかるわけなんですね。まあそのため、例えば、まあ新型コロナに罹患すると、例えば生死なんかも影響を受けるというふうに言われてますし、まあ、やはり軽症であっても個々人の負担としては大きくなる可能性がありますから、まあそのような短期的な変化というのが起こり得たり、 あるいはですね、まあ、やはり軽症であっても後遺症のリスクというのが、まだオミクロに関してどうなのかというところもはっきりしていませんので、そういった後遺症のことも心配なんですね。で、やはりもう一つ、このスタンホール大学の研究で、例えば感染した場合だと、重い場合などに肺中心が破壊されていたというんですね。これは良くない変化なんですね。一方で、しかし、 新型コロナのワクチンの方がより広い変異株に対して免疫反応というのを得ることができたりとか、あるいは肺中心のこの反応というのが、まプラスに働いているのではないかということなんですね。いやいや、でもこういったものが体の中にあるのが心配だっていうふうに思いの皆さんもいらっしゃるかもしれません。で、これ、また概要欄に、まリンクを貼っておきますけども、まあ、文献のリンクもそうですが、まあ、ちゃんと研究者の方が補足するような説明というのをしてくれてるんですね。で、これは文献にもちゃんと書いてあるんですが、リンパ節の こういった肺中心という場所には、路胞樹状細胞というのがあるんですね。で、それが、 こういった mRNA とか、あるいはスパイクタンパクというのを封じ込めておく役割をするんですね。まあ、実際そのように、この文献においても mRNA はその、の方自上細胞のところに限定されて存在するということで、従ってこれが何か出てって悪さをしたりということはないわけなんですね。まあ、しっかり封じ込められていると。まあ、しかしむしろそれがうまいことこういった新型コロナに対する免疫というのを、ま、構築するのに利用されているというところなんですね。しっかり反応というのを、ま、保持することに利用されているということなんですね。 そのため存在自体が何か悪さをするということに関しては、まあ、その可能性というのは低いということ。これは研究者によっても述べられています。で、こちらがスパイクタンパクの動態なんですが、これも興味深いことが分かったんですね。というのは、ワクチンの初回接種の場合というのは、まあ、ある程度スパイクタンパクの濃度というのが上がるんですね。 ましかし、それにしても基本的には感染のレベルを超えないものであると。しかも感染の場合というのは際立ってスパイクタンパクの濃度が高い場合があるようなんですね。まあそういうのに比べれば当然低いわけであって、まあ感染に準じるようなものというのが一過性に起こる可能性というのがあります。しかしそういったものが、ま下がってですね。 そして、ポイントなのは、2回目に関しては、かなり早い段階から、濃度が高く持続するということがもうなくなるんですね。これはなぜなのかというときに、やはり抗体ができて、早くスパイクタンパクというのを処理するからだというふうに言われています。まあ、そのため 回目に関しては、例えばまあこのようにそうですね、ワクチンを打つことによって感染よりもいい免疫を身につけることができたと。そしてまた mRNA が残ってもそれは封じ込められているものであるし、スパイクタンパクに関しては抗体ができるので、まあ次スパイクタンパクワクチンで構築したとしても血中濃度が上がりにくいということがよくわかると思います。まあこういったものは当然 実際にウイルスが入ってきた時に、毒性を低減するところに繋がってくると思いますよね。このような結果というのが出ています。まあ、これすごく重要ですし、割と違ったように解釈されている場合があるので、そこは気をつけていただくといいのではないかと思います。まあ、こういった情報が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。はいでこれが。 最後、耳寄り情報なんですけども、追加接種に関しても様々なデータというのが揃ってきていて、シンガポールにおいて追加接種の効果がどうなのかということに関して研究が出ました。追加接種をしていない軍と比較してるんですね。 これしかもですね、ポイントは、一種接種に関して検討してるんですね。まあ、しかもシンガポールですので、まあ、欧米に比べればデータとしては、まあ、日本に関していろいろ参考になる部分があるのではないかと考えられます。それでですね、ブーストしない群というのを意思としたときに、まずファイザーのワクチンですね。ファイザー3回の場合は、感染に関してのリスクというのは0.272。重症化に関してのリスクというのは0.047だったんですね。 まあ一方で、一種接種の場合ですね、モデルナで打つ場合、3回目をファイザー、ファイザー、モデルナとして打つ場合というのは、この場合のリスクというのは、感染に関してが0.177。そして、重症化に関しては0.078だったんですね。これを見ると、ファイザー3回の方が、重症化に関してリスクがより低いようにも見えるんですが、信頼区間というのが広くてですね、 まあそのため、これに関しては、特に優劣というのをはっきり断定するのは難しい状況です。まあ、実際、最後の結論部分にも、医種で良い効果を得ているというような、そういう結論になっているんですね。まあ、したがって、一応値としては、医種の方が重症化の相対リスクの値というのが上に出てますけども、まあ、しかし感染などでも見ていただければと思うんですが、この感染に関しては0.272。これは同種ですね。医種が0.177と、モデルナを3回目に打った方が下がっているというところがありますので、 ま、ディスカッションでも、医師の方で良い効果として取っていますね。そして、モデルナのワクチンなんですけども、モデルナに関して言うと、残念ながらモデルナの方は、重症化に関しての数値というのが算出できなかったということなんですが、感染に関して言うと、 同種、モデルナ3回の場合は0.198。3回目にファイザーを打った場合に関しては0.140ということで、まあ、やはりこれは一種の方が感染のリスクというのが低いということがわかりました。まあ、結論として、一種の接種というのは同種の接種より発生率というものがより低いということが指し示されたということなんですね。まあ、そして、もちろんことブーストをしている方がブーストをしていない方と比べて重い感染のリスクも下がったということなんですね。 まあ、そしてそれはブースターの種類に関わりなくということでした。この研究自体の限界というのもあるんですが、やはりブースト接種は感染及び重症化を良くするのに有効であると。そしてまた、どうも一種に関してが感染というものを防ぐ上で有効である。で、当然感染を防げれば重症化も何もなくなりますので、感染を防ぐことの有効性が上回っているという点で、まあ、だいぶ一種も検討されるところだと思いますね。 実際、コメント欄で、まあそうですね、ここの動画をご覧の皆さんは非常によくご存知ですので、イ種結構希望されている方もいらっしゃいますけども、なんか割とモデルナのワクチンというのがあまり人気がないようですので、でも全然これらの結論から考えると別に異種を忌避する必要はないですし、まあ、むしろ感染に関してはプラスの側面もあるというような研究が相次いでいるという状況ですね。 はい、このようになります。というわけで、様々な情報が流れてますけどもね。まあ、引き続き、このチャンネルでもこういった情報の真偽というものを皆さんにお伝えしていきたいと思います。引き続き、予防対策に気をつけてですね。あと、長期化してますので、本当に生活習慣気をつけて、心身の疲れをためずにですね、まあ、なんとかこの状況を見らで元気に乗り切ってまいりましょう。これからも役立つ医学療情報をお伝えしていきたいと思いますので、顔のところをクリックしてて、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと、皆さんの周囲の感染状況、いつもありがとうございます。情報大変役に立っております。ぜひ情報、よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた。